はい、皆さんこんにちは、ザッピーです。今日はですね、Got to Get You Into My Life の、ネタなんですけれども、つい昨日かな、新しい、ミックスバージョンというか、これは新しい、あれですね、テイクのバージョンがですね、ネット上で公開されてたんですね、公式に。つまり、リボルバーの、新しいデラックスバージョンが発売になりますよね。まあ、いろんなリミックスがあったり、それから未発表の音源があったりするのが今月末に発売になるわけなんですけれども、それに先立った一つの音源公開だと思うんですね。それが、まあ、公表されてたんですよ。正直ちょっと驚いてしまってですね、まあ、素晴らしすぎて。どうしても今日はそれをやりたくなってしまったということですね。下にリンクは貼っておきますので、よろしければご覧になってみてください。まあ、聞いてみてくださいっていうのかな。まあ、ただね、プロモーションビデオの方は、アビーロードじゃなかった、何言ってんだ、リボルバーのジャケットがですね、こう動くようになってて、なかなかそれも面白いので、見るっていう要素もありますけどね。まあ、でも聞く方が先ですね、なんと言ってもね。まずですね、バージョンが全く違うんですよね。まあ、オリジナルの方は我々知ってる通り、まあ、ポールのね、勢いのいいボーカルが、こうホーンセクションがバッキングをしてるっていう感じになってますよね。でも今回のものはですね、もう完全にビートルズが、かっこいい、もうすごいクールなギターバンドになってんですよ。もうこれはね、僕はちょっと久しぶりに、ちょっとね、感動と、それから若干の不満もありますね。どういう不満かというと、なんで今までこれ眠らせといたんだっていう不満ですね。これだけすげえ音源があるんなら、あれ、これってアンソロジーに入ってないですよね。アンソロジーセカンドの方にも、Got to Get You Into My Life は入ってますけれども、あれは全然別ですよね。なので、このバージョンはなんでお目見えしてこなかったんだろうっていうくらいですね。そのくらい、なんで寝せといたんだって。ね、もし今回の企画がなかったら、これ聞かないで僕は終わっちゃってるわけでしょ、可能性としては。まあ、これは聞かせてほしかったなと思って。でも、聞けてハッピーですけどね、今回。まずはそのギターバンドになっちゃってるわけですけれども、ギター曲になってるわけですけれども、こっちの方がなんかよりビートルズっぽいっていうか、そういう感じを僕は受けますね。リボルバーに入ってる正規バージョンの方は、むしろポール・マッカートニーがやっぱりこう一人で頑張ってまとめたっていう感じを、まあそうじゃないですけれども、僕はなんとなく受けてしまうところがあるんですけれども、まあ、ポール・マッカートニーの独壇場っていう感じですよね。でも今回のバージョンはやっぱりビートルズっていう4人のバンドっていう感覚が強くて、正直言うと僕はこっちの方が好きなのかもしれないっていうぐらいですね。まあね、途中でほっぽり投げてしまったバージョンなんでしょうけれども、できたらこっちをしっかり完成させてほしいなって思うぐらいのバージョンで、まあ、とにかく最初の出だしから、イントロから素晴らしいギターですね。これジョージ・ハリスンなんでしょうかね、このギター。なんかポールなのかもしんないっていうような感じですけど、どっちか分かりません。まあ、どっちにしたって素晴らしい。歌の中では明らかにジョージ・ハリスンのタッチだなっていうギター、リードギターがあるんですけれども、でジョン・レノンのギターもカッティングが入ってくるんですけれども、とってもかっこいいですね、これ。で、ジョンとジョージのですね、バッキングコーラスがまた異様にすごいんですよね。こう、裏声のバッキングが入ってくるんですけれども、これってジョンなのかジョージなのか、これもよくわかんないんですが、ジョンっぽく聞こえるんですけどね、裏声のパートが。それがまた いいんですよ。はい。なんかね、このバランス感は素晴らしかったですね。驚きました。で、最後にエンディングの雰囲気が、まあ、オリジナルのバージョンとはまた違うんですけれども、すごいかっこいい。このエンディングは僕は
大好きになりました。なんでこれをボツにしたんだというぐらいですね、というぐらい僕は好きになりましたという、それだけの話なんですけれども、まあ、どうしても言いたくなってしまってですね、ちょっと今日は取り上げました。まあ、リボルバーってすごいですね。あのいいギターバージョンの曲がたくさんありますね。まあ、これもギターバージョンで作ってくれてもよかったんじゃないかなと思うぐらいでした。それからですね、ちょっとあの全然リボルバーと関係ないんですけれども、一つあの付け加えたいんですけれども、ジョージ・ハリスンがですね、1968年に出ているテレビ番組があるんですよ。それでジョージ・ハリスンがすごいこう綺麗に写ってるんですよ。あの若い頃のビートルズの画像って本当に少ないんですけれども、これはすごい綺麗に写っていて、おそらく珍しいぐらい、画質がいいんですよね、カラーで。でジョージ・ハリスンがすごいこうゴージャスというか美青年、はい、そんな感じで見えます。驚きの、まあ、動画ですね。なのでちょっとこれをご紹介したいので、同じく下にリンクを貼っておきますが、アメリカのテレビ番組で、まああのまあ、コメディなんですけどね。でそれに何の前触れもなく出たらしくて、まあ、中にいる観客もすごい喜んで驚いて、少しだけ喋って出てくるんですけれども、とてもこう感じのいい青年ですよね。でヘイジュードのこともあの褒められて、素晴らしい作品だみたいにね言われてるんですけれども、まああのポール・マッカートニーとのいざこざは全くなかったがお得感じますよ。はい。でやっぱりこういうの見ると、若い頃のジョージ・ハリスンは、美しいですね。これやっぱり女性ファンはね多かったでしょうね、やっぱりね、そういうふうに思うような動画です。まあ、僕は全然そういう目では見ませんけれども、おそらく女性の方々はこういうのを見るとやっぱりあのミュージシャンという以外に、そのジョージ・ハリスンのこう若き輝きみたいなのをね感じるんじゃないでしょうかね。そういう珍しい動画でございました。驚きました。はい、失礼します。